歴史が違うんだよ。よ、みんな、1年ぶりだな。元気にしてたかい？今年もキングオブファイターズの季節がやってきたわけだが。こんにちは、草薙矢神と共にナビゲーターを務めさせていただきます、神楽千鶴です。今回も表向きはあくまで大規模な格闘技の大会ということになってはいるけど、今日、貴様が参加していさえすれば他のことはどうでもいいことだ。また始まったぜ。お前はそれしかねえのかよ。毎年毎年成長しないやつだな、矢神。こういう公の場くらいはおとなしくしててちょうだい。草薙も構わないの。俺も悪いってのかよ。ほら見ろ、矢神のせいで俺まで怒られちまったじゃねえか。黙れ、貴様の命もこの大会までで終わりだ。俺の足元に無様に這いつくばるお前の姿が目に浮かぶぞ。言ったってわかんないよ、こいつは。先行こうぜ、先。はあ、もう初めからこんな調子で大丈夫かしら。
おなじみのメンバー、キングオブファイターズの常連ね。ああ、今回は一層パワーアップしたみたいだぜ。ヤガミ、てめえも俺にばっかこだわってないで、他の奴らにも目を向けた方がいいんじゃねえのか。俺を倒すとか以前に誰かに負けちまったりしたらざまねえぜ。余計なことを考える前に自分の心配をした方がいいぞ。二人とも、テリー・ボガートたちの話をしてちょうだい。ここは彼らのコーナーなのよ。おっと、そうだな。考えてみりゃこいつらと戦うのももう4回目になるんだよな。彼らは根っからの格闘家ね。ああ、今回も強敵だろうな。どれだけ成長したか見せてもらうぜ。空手家3人組も参加するようだな。いい加減お遊びは終わりにしてもらいたいものだ。おいおい、珍しく口を開いたと思えばそれかよ。お前さ、極限竜と戦った感想とか思い出とかねえの？目障りな連中だ。はいはい、わかったよ。ヤガミにまともなコメントを期待した俺が悪うございましたと。ふん、くだらん。もうてめえは黙っててくれ。あ、そうそう、前回からタクマ坂崎の代わりにユリちゃんがチームの一員になったけど、結構よくやってるよな。リョウ、ロバートの二人も相変わらずだし、
パワーとスピードのバランスがいい優極限流チームの活躍に期待しようぜ。ラウンド1レディーゴー。レオナ、どうした、カグラ。いえ、なんでもないの。ただただなんだよ。気づかんのか、今日このレオナとかいう女がうちに何を隠し持っているか。まったくお前は甘いな。草薙の末裔が聞いて呆れるぞ。何なんだ、ここだとばかりに反撃しやがって。俺だってレオナが違うことくらいわかるっての。彼女の中で鳴りを潜めていたものがゆっくり少しずつだけど表面に現れ始めている。キングオブファイターズが原因か。そうかもしれない。彼女がまとうもの、それは私たちと相反する気。オロチか。ヤガミのお仲間かもしれねえってのか。おい、同類のヨシミでなんか感じねえのかよ。あの女がオロチの一族だとしたらどうするというのだ、今日カグラ。大会に何事も起こらなければいいのだけれど。
いでっか。ぼちぼちでな。ラウンド1レディーゴー。ここにもいたか。正義だの勇気だの大義名分にくだらん戦いを続けている奴らが。あなたにとってはくだらないことかもしれないけれど、それによって感動したり何かしらの希望を持つことができたりする人がいる。そういう人たちのために彼女たちは頑張っているのよ。他人のために戦うなどくだらんと言って何が悪い。カグラ、お前も相当おめでたいやつだ。他人のために戦ったところで何の見返りもない。わからんわけではあるまい。見返りを期待して戦っているのではないわ。自分自身を高めるために戦う。それが結果的に他人をも救うことができる。自分が頑張ることによって周りも幸せな気持ちになれる。それは素晴らしいことじゃないかしら。話にならんな。他人を信じきっていられるのも今のうちだけかもしれんぞ。人間などいつ私利私欲のために裏切るか分かったものではないからな。信じなければ信じてもらえない。寂しいわね、ヤガミ。カグラのチームだぜ。どうだい、マイちゃんとキングは。二人とも素晴らしい格闘家よ。実力もあるし、何より大会も4回目で慣れているから頼もしいわね。そいつは活躍が楽しみだな。最近女の子にも結構優秀な格闘家が多いからな。ユリさんやアテナもそうだものね。もう戦いは男だけのものじゃないわ。現代の女性は強く、そして美しく、さらに優しくあるべきよ。ま、それが理想だけどな。なかなかねえよ、そんな完璧な女の子。草薙の言い方だとまるでガールフレンドを探してるようね。しっけえな。俺はそんなナンパ男じゃないぜ。ヤガミのムッツリスケベ野郎と一緒にすんなよ。あ、ヤガミってそうだったの？知らなかったわ。人は見かけによらないわね。
チームはぜひとも八神にコメントをもらいたいな。正義だの公正だのくだらんことにかまけている奴らに興味はない。やっぱりくだらんって言うと思ったぜ。まったくお前もワンパターンだよな。少しは面白いこと言えよ。そういうことがくだらんと言っている。今日貴様もいい加減にわからんのか。あーうっとうしやつだな。分かっててもムカつくぜ。くだらんな。しつけえぞ。くだらん、ますますくだらん、全くもってくだらん、超くだらん、スーパーくだらん。てめえ嫌がらせだろ。キムカッファンに八神の野郎も教育してもらいてえよな。つもりだ。何が目的でこの大会に参加する。他のやつはごまかせても俺にはわかるぞ。オロチ一族の者が何を企んでいる。オロチ？このチームが？どうしてキングオブファイターズに？こいつらの目的はただ一つ、オロチの完全なる復活だ。キングオブファイターズに参加することにより何らかのメリットがあるのだろう。面白い。
今度こそ真打ち登場というわけか。オロチ一族の白血種、そして私たち三種の神器、いにしえの因縁、この大会できっと型をつけてみせるわ。本当にこの3人で参加してるのか。参加者リスト見てまさかとは思ったんだが。とても普通じゃ考えられないわね。何か裏があると見て間違いないわ。八神はどう思う？誰と誰がつるんでいようと俺には関係ないな。ただしビリー・カーンは俺をしつこくつけ狙っている。だから殺す。分かった分かった、ほっとこうぜカグラ。裏で暗黒街の大物ギースが動いてるのは確実だな。オロチの力を手に入れようとして画策中。まあそんなところだろう。多分一波乱ありそうね、このチーム。お互い監視し合っているからまだ表立って行動は起こさずにいるけど、きっとどこかで動くわ。ったく、毎回毎回オロチの力を狙ってご苦労なこった。こっちはいい迷惑だぜなあ。迷惑の筆頭八神伊織くん、その減らず口今すぐ叩けないようにしてやってもいいぞ。今日もう二人とも、はあ、疲れるわ。
へえ、シンゴのやつもなかなかやるじゃないか。どうせ予選1回戦で負けちまうだろうと思ってたが、本戦まで勝ち進んでくるとはな。師匠として嬉しいわね。まだ弟子と認めたわけじゃねえよ。毎日パンを貢いでもらっている身で言えたものではないな。ま、草薙ったら。どうせ技を指導してあげる代わりにお昼ご飯巻き上げてるんでしょ。ひどい先輩ね。いや、そのあの、てめえ八神、なんで俺が昼休みに慎吾に技を教えてやってんの知ってんだよ。さてはてめえ、俺の後つけ回してやがるな。ストーカーじゃあるまいし。本当なの八神？何のかんの言って結構草薙のこと気にしてるのね。レディーゴー。あれ、ヤガミの野郎はどこ行ったんだ。今は暴走中よ。なんてね。え、なんだって。どうかして、変な顔して。いや、あの、カグラがボケたの初めて見たから、俺ちょっと動揺した。あ、そうかしら。私そんなにお堅いかしら。慌ててんのも初めて見た。私だって人間だもの。怒ったり悲しんだり感情的になることもあるわ。キャー、すぐ楽にしてやる。うわー、 これは感情的になりすぎね。
そういうことか。陳腐なシナリオに踊らされていたというわけだな。気に入らん。結果的に自分で自分の首を絞めていたのね。なんてこと。まだ終わっちゃいねえ。自分の手で撒いた種なら自分で摘み取りゃいい。そう、オロチ復活は何としても阻止する。そのためにも彼らを命に変えても倒します。ああ、行くぜ。気は進まんがな。彼らの好きにはさせない。ここからはビジュアルシーンとエンディングを一挙にまとめて見せちゃうぜ。なかなかクリアできないチームのデモも見られるのね。それは嬉しいわね。しかしキングオブファイターズで発生する気を利用してオロチ復活を企むなんて予想外だったよな。ええ、でも何事もなくてよかった。これでゆっくり落ち着いて貴様を倒すことができる今日。へいへい、分かったよ。後でゆっくり相手してやるさ。いや、てめえの相手は慎吾にでもさせるかな。八神も弟子でも見つけたら。そうすればあんまり草薙に構ってもらえなくても寂しくないでしょ。呆れて物も言えんな。神楽、あまり目障りだと貴様も殺すぞ。あらあら、怖いわね。八神の相手は草薙に任せるとしましょうか。
待ってるからね、今日。こいつらと組むことももうねえのかな。どうかしら。国内屈指の格闘家3人が集まったら怖いものなしよ。いつかまたあなたたち3人のチームが見たいわね。
つもキングオブファイターズが終わるとそれぞれの道に戻っていくのね。一年に数回しか会わないのに、ひとたびチームを組めば最強。友情ってすごいパワーね。ああ、いいライバルだ。また来年も戦いたいもんだな。最後まで道楽空手家とはな、笑う気にもならん。いいじゃねえか、どっかの誰かみたいにいっつもしみったれてるよりはな。ならば今日お前はこの道楽者どもと同じがいいとでも言うのか。 そこまでは言ってねえだろ。悪いが俺は拓馬坂崎にはついていけねえぜ。ごめんな、リョウ、ロバート、ユリちゃん。
よかった、もう彼女は一人じゃないわ。これで大丈夫。おめでたいな。オロチの血はそう簡単には抑えられん。カグラ、お前も分かっているだろう。そうかもしれない。でも彼女には一緒にいてくれる人たちがいる。帰るところもある。自分を必要としてくれる人がいるからきっと大丈夫。
ケンス、またこんな終わり方だな。めげずに頑張れよ。一生懸命だから応援してあげたくなるわね。来年は少しは進展あるといいわね。修行の成果も、アテナとの仲も。望み薄だよな。神楽の私服って考えてみたら初めてだよな。そうだったかしら。ま、お前もこれからは鏡の守護者の役目はそこそこに、普通の生活を楽しめよ。草薙、今まで大変だったよな。ご苦労さん。ええ、これからは思いっきり遊ぼうかしら。まずはカラオケ。 おい、今から行くのか。八神の方がいいぜ。あいつはバンドマンだから、ほら、歌だってうまいだろ。二人とも来るのよ。マジかよ。おい、
だから言ったろう、そうそう簡単に人間は変わるものではない。キムカファンも長いことご苦労なことだ。こいつら二人は特別だぜ。オロチの血よりよっぽど強力だな。私利私欲のためならどんなことでもする、全くの俗物だ。こいつらがまかり間違ってオロチの力を手に入れることになったら、やだやだ、考えただけでも恐ろしいぜ。こんなことをしてまでオロチ復活を望むなんて、白血臭、恐ろしいわ。奴らにとって自分の命など取るに足らんものだ。オロチの復活こそが全てだからな。そうね、だからオロチ封印にあんなに苦労した。目的のためなら何もかも捨てられる一族だからこそ。バカな奴らだ。力の使い方を間違っている。その程度の一族など滅びて当然だろう。
山崎もオロチ白血臭だったとはな。だが一族のために働くどころか敵対しちまったぜ。どういうこと？覚醒せずに生きた期間が長すぎたのだろう。奴の本能がオロチの血による支配より勝っていたということだ。あいつも他に見ない類の人間だよな。さすがのビリー・カーンやブルーマリーにも手に負えなかったってわけだ。事の重大さが分かってないんだよ、こいつは。いいんじゃないかしら。彼は私たちにないものを持ってる。戦いに身を置くうちに私たちが忘れてしまったもの、それをなくさずにいてほしい。ロマンチストだな、カグラ。こういうのを甘いというんだ。そうかもしれない。確かに甘ったれかもしれないけど、こいつはこのままがいいような気がする。やっぱり弟子は可愛いものね、草薙。対戦のコーナーが皆さんの日々の戦いに役立つといいですね。エンディング集も全部のデモが一挙に見られて便利だぜ。それぞれ活用するがいい。ヤガミ、最後くらいもうちょっとこう柔らかくいけないのかよ。とてもじゃねえけど全国のキングオブファイターズファンに感謝の気持ちを込めてって感じじゃねえぜ。まあね、それがヤガミの個性なのよね。カグラ割り切ってんな。知ったようなことを。さて、本当にお別れの時間が近づいてまいりました。皆さん楽しんでいただけましたか？神楽千鶴は去年の中ボスの時よりもパワーダウンしちゃったんですよね。でもみんな神楽千鶴を使ってね。最後に一言、来年も出たいな。神楽千鶴役、斉藤明子でした。八神より役、安井邦彦です。どうなるか全く分かりませんが、本当に来年もお会いしたいですね。なあ、今日。そうだな。でも大体俺たちって生きてんのか。草薙京役、野中雅宏です。
僕は新キャラのあのシェルミーっていうキャラクターが好きだったんですが、敵だったんですね。残念です。とにかく俺にゲーム勝たせろというわけで、それでは皆さん、さようなら。アデュー。ぼちぼちでんな。I would like to see you.